まあそのスラブ民族という問題ですね、スラブ民族について、まあ、これからどうなるか分かりませんけれども、まあ、以前、えー、どういう具合でこう、そのスラブ民族というものが出来上がってきたのかということについては、まあ、ある程度分かるので、まあ、その辺のお話をしようかと思います。 えー、で、こちらあー、画面の共有をしておこうかと思いますが、え,えーっと、こういうふうに、これかな見えますよ。えぇ、ー、これで、えー、画面共有になってるかな大丈夫だよあ。大丈夫ですかはい。えー、っと、こういう感じです。で、まあ、その、 まあ、スラブ民族はどこから来たか、駆、まあ、け足版ですね、えーまあ、とてもこういう大民族について、まあ、30分とか1時間とかであの、まあ、お話できるわけはないんですけれども、まあ、とりあえずその頭の中にあるようなことをその並べてみようかと思います。で、まあ、ここで色がついているところが、あまあ、インド・ヨーロッパ語族という、まあ、民族の住んでいるところです。 あのその中のこの緑色の部分ですね、この緑色のところがスラブ民族の、まあ、居住地ということになる、ねまあ、インドヨーロッパ語族の中でも最大の面積で、えー、国の数も一番多いわけです。ですから、まあ、非常に重要なあそのグループだということは言えると思います。で ところが我々のその知識というのはあんまり十分じゃないんですね。あの日、まあ、皆さんよくご存知の日露戦争ですけども、まあ、バルチック艦隊が来たってその時に、えー、その主力艦の一つ装甲巡洋艦にドミトリー・ドンスコイという艦があったで。で日本の水兵はこれにニックネームをつけてゴミトリゴンスケと言ってた。<laughs> なかなかうまい名前をつけたと思うんですが。 ゴミ、えー、取りゴンスケではちょっと心細いわけです。で、まあ、実はその前あの江戸時代の、まあ、中期少し末期の方ですね完成の改革があった頃ですからまあ中期よりちょっと後ぐらいなんですが。 この頃に、その、伊勢の国の海運業者で船頭を務めていた、その、大国屋広大という人が船が難破して、ロシアに流される。で、サンクトペテルブルクの宮廷で、まあ、非常に重きを置かれるわけですね。 えーまあ、結構活躍すするんですなんかなか面白い話なんですがでその時に非常に詳しくいろいろな情報を集めてで日本に帰ってきて、まあ、日本当,当時鎖国してたわけですけども日本に帰ってきたで、えー、幕府の命令で桂川法宗という、まあ、この人はあの蘭学のパイオニアみたいな人なんですがこの桂川法宗がその綿密な聞き書きをするという。 えー、北斎文略という本で、これはあの、えー、簡単に手に入るう言わない文庫になってますから、まあ、どっかで見かけたら手に取っていただくといいと思います。大変面白い本です。で、この本が、まあ、一つのある意味、ピークだったんですね。で、その後、あの日露戦争の頃になると、ゴミ取りボンスケになっちゃうわけです。なんかちょっと、あのうーんという感じがします。 でえーまあ、そもそも論を始めると、この、まあ、あスラブ民族というのはインド・ヨーロッパ語族の一つである。でまあ、インド・ヨーロッパ語族というのはどこにいたかというと、まあ、ここにありますように、まあ、今の説で、えー、有力なのはこのクルガン文化説といって国海の北岸のステップあたりからあ、まあ、その東はイギリス、イベリア半島から。 あ西ですね、西はそのイベリア半島、イギリスから東はインドまでお延々と広がったというふうに言われています。で、スラブ人というのはじゃあどこにいたのかという話になるんですが、大まかに言うとこの色のついた辺たりですね、この北の方、一番この北の辺りというのが、 今、サンクトペテルブルグ、レニングラード、スターリングレニングラードと言われてたあたりで、その少し南にそのバルト三国がある、バルト海があるわけです。で、南の方というのは、このバルカン半島、それからギリシャ、ギリシャの北にマケドニアという国がありますけど、アレスラブなんですね。そのあたりが大体その スラブ所属の居住地ということになっています。で、もう一つ、スラブ民族について簡単にその要点をまとめると、まあ、3つ重要な土地が、あの地点があるわけで,すで、一つはこのノブゴドロというところなんですが、これはあのサンクトペテルブルクから南へ100キロぐらい下がったあたり、根和川の近所です。でえーまあ、こ これはモスクワですね。あの後になって重要になってくるわけですが、えー、これがまあモスクワですで。それからもっと南の方に行くと、これがキエフとで、えー。これはあのキエフというのはこのドニエプル川沿いのお、まあ、非常に重要な都市で、えー。南の方に下がってくると、この辺りが黒海の南側がコンスタンチノープルで、これトルコですね。あのー 昔の、まあ、ビザンツ帝国、東ローマ帝国なわけですねで。場所としてはトルコなんですね。で、この北の方、おサンクトペテルブルクよりもさらに北の方、この辺がまあ要はスウェーデンになるわけです、まあ。ノーベル賞を出したりしてますけども、おこのお位置関係が非常に重要になります。というのはあの、スラブ民族というのがどういうふうに成立してきたかというと、 この国海とバルト海を結ぶ通称路なんですね、国海とバルト海を結ぶ通称路というのが、なぜそんなにそのかかる話だったかというと、これは要は、要はえー、アジアからのさまざまな物資を人口のたくさんあるそのバルト海の沿岸の方に運んでいくと、そうするとものすごい利益になるわけです。 でその通称路がしかも割合簡単にその運べるんですね。あのこれは後であとでちょっと地図を見ていただきたいんですがあの北の方から南の方に流れあの南その中心部からヨーロッパの中心部からバルト海の方に流れてる川それから逆に黒海の方に流れてる川あるいはその おフランスの方からずっと流れて、国海に流れている、まあ、あのダニューブ川、ドナウ川ですね、こういうような川が非常に発達しているわけです。で、この,かこの辺りというのは、一望まったいなところなんですね。あのえー、例えば、ドニエプル川の源流というのは230メートルぐらいしかないんです。つまり このヨーロッパのこの辺り、東ヨーロッパからそのロシアにかけての大平原というのは、一番高い山でも200メートルぐらいしかない、ほとんどその高低差がないんですね。一望でで船どどんどん行ける で国会まで行けるとバルト海から国海まで、そのまあ、実際にはその船で全部行けるわけじゃないんで、まあ、あの途中に分水海があるわけですけども、まあ、要するに一旦ドニエプル川に入ってしまえば、国海までずっとそこであの航行できるわけです。で、そのために、えー、海運が極めて重要で、かつ、えー、容易に海運で大量の物資を運ぶことができた。ですからここは 非常にあのビジネスとして、まあ、古代のビ中世のビジネスですけども、儲かる地帯だったわけです。で、これがあの一つ重要な点になるわけです。で、あのこれはその一体誰がやったのかというと、これはバイキングなんですね。で、バイキングがあ南にあ入ってきた。で、ノブゴドロに、えー、都を作る。 でも、信泥泥の都が、あまあ、これ、リューリックという人なんですけども、まあ、本当かどうかは分からない。あの実際のところ、あとでこれちょっとお話し,しますけども、えー、この時代の話というのは、基本的に日本の古事記みたいなものなんですね。古事記とか日本書紀みたいなものなんで、えー、古事記や日本書紀というのは、これは、菊家人が書いたにしても、日本にいて日本のこと書いてるわけ。とこころがこの あーあースラブ人に関する初期のスラブ人に関する話というのはみんなビザンツ帝国とかローマとかはるか遠く何百キロ何千キロって離れたところにいる人間が噂話を集めたようなもので本当かどうかってほとんどわからないんですねでそういう話もありますという程度のことなので,で事実なのかどうかってのはこれはまた全然別の話になりますでそれはまあその 前提としてまず考えていただきたいと思います。ただ、ここで重要なのは、北にバイキングがあって、南にビザンツ帝国、東ローマ帝国があって、その大体真ん中辺にウクライナがあって、キエフがある。で、交易の非常に重要な基地になっていたというあたりですね。で 次が、あまあ、それをこう図にするとこういう感じになります。あの青いのがあバイキングの辺りで、下の紫色がビザンツ帝国、真ん中のお色付きの部分というのが、これが、まあ、大体スラブ人がいたところなわけで,すで、実はこのスラブ諸語というのは非常によく似てるんですね。 えー、たくさんそのスラブ語っていうのはあの種類があるんですけども、実は非常によく似てます。これあのロシア語なんですね。ところが。<music> Rješavanje stambeno vprašanje je eden od imperativa vsake mlade družine, a kako bi zaustavili. Kolega, v Vukovarsko-Srenski županiji je, je dodatne kapacitete praktično nemogoče dokupiti v tem trenutku, ko je nekako celotno svet zaklenjen, kar se tiče letalstva. であとスロベニア語とかこれはポーランド語ですけどもその耳で聞いてよくわからないあのまあもちろんスラブの専門家だったら分かあの各言語の専門家ならわかるわけですけども これ逆に、えー、例えばロマンス語というのがあるわけですがこれはラテン語の子孫なんですねで、えー、イタリア語フランス語スペイン語というのがこれはロマンス語で、えー、そのはっきり分かってるわけです、えー、文字の記録が残ってますから、えー、でその大体文化したのが 6世紀ぐらい、6世紀から7世紀ぐらいだというのもよく分かってるわけです。でそういう素性の知れた言語でも、その耳で聞いて、はっきり分かるわけですね。別にイタリア語とか、そのスペイン語とか知らなくても、例えばその、ボンジョとか言えばフランス語だし、ボンジョルノとか言えばイタリア語だし、ベノス・ディアスって言えばスペイン語だとかのこれはあの聞いて分かるわけです。ところが <laughs>、 このスラブ語、スラブ諸語に関しては聞いてもわからないあの、その言葉を知っていれば別ですけれども、知らなきゃわからないとい非常によく似てるんです。で、これはなぜなのか。で、えー、この問題について、実はあ最近の説というのは、以前の説と全く違う、逆の説なんですね。以前ののの説とといいううははスラブというのは この,この円の色付きの円のこの真ん中辺にいたと。でそれが北に行ったり、南に行ったり、東に行ったり、西に行ったりして、西に行ったらポーランドで、東に行ったらバルあの南に行ったらバルカン半島の方に行ったという、その拡散説だったわけです。でところが、これはおかしいという、言語学の方から言っておかしいという。で、あのどこがおかしいのかというと、 無人の血っていのはないわけですね。誰かが先に住んでたはずなんです。そうすると、そこに後から出かけていったとすると、当然、先住民との間に混々接触が起きる。そうすると、言葉というのは違ってくるわけです。うん何百キロ何そのん、数百キロも先へ行って、言葉が同じだということはありえないだろう。なぜそうなのか、こんなによく似てるのか。 これは逆だろうというのがあの今の説なんですね。あまあ、今のといいますか、新しい説なんです、ねで。その説というのは、えー、拡散説に対する集中説なんで,、ね、で集中説どういうことかというと、つまり、コイネというのが、まああの、ギリシャ語で共通語のコイネというのがあったわけです。でこれはあのギリシャ語というのはいろんな方言があって、お互いに話が通じないと。で まあ商売をしたり、政治をしたりする場合に具合が悪いので、えー、アテネ方言に近い言葉を共通語にして、ギリシャの共古典共通語ができた、これはコイネーと言われているわけですが、今のスラブ語というのは、これはコイネーだろうと。要するに、えー、キエフの辺りにその非常に、えー、ビジネスが盛んになった。 がが盛んんにになっっててここに人たたくさん集まってきたでそこで商売をするためにみんながこのキエフの辺りにあっちこっちから集まってきて共通語を作ったのが今のスラブ語の祖先になってるんだろう。だからスラブ人というのがどういう民族だったかっていうのはこれこの分からないぞというのが今の新しい説なわけです。まあ集中説というふうに言ってもいいと思います。 ねまあ、こういうふうに、えー、そのノブゴドロ、キエフ、それから南日本のクリミアというのが、まあ、重要地点だというのを、まあ、ちょっと覚えていただくといいと思います。で、えーえー、っとですね、うん、これがその、まあ、ウィキペディアの方で、えー 出ている、まあ、地図になるわけですがえっ、ー、とこれをですねえー、ちょっと待ってくださいあの元のこれあこれですねえー 失礼ししました、えー、これで戻ってきましたね、えー。で、このそっくりに聞こえる理由というのが、あまあ、その集中説というのが今あとあ、有力な説になっているということ。それから、あもう一つ、民族としてあ非常に新しいんですね。古代のことは実はよくわからない。あのー、古代の あのまあベニト族とかベニティ族だとか、そういうそのスラブらしい、スラブ民族がいたらしい地方の話というのは実は昔からはあるんですね。ヘロドトスだとかタキトスだとかっていう、そのギリシャ・ローマ時代から何らかのそういう話は出てる。ところがタキトスにしても、当時のローマ人の。 範囲考えの範囲っていうのは、大体、ゴール人とか、えーまあその、シーザーですね、シーザーがガリア戦記を書いた。で、あのガリア戦記の頭の方に、えー、ガリアは3つに分かれとか、オムニス・ガリアエスト・ディビーサ・エンパルテ・ストレース・クオールム・ウーヌム・インコロント・ベルガイなんとかかんとかとか言ってます。このベルガイというのがベルギーなんですね。 ですから、大体ベルギーのあたりで、その先に、まあ、そのゲルマン人、ドイツ人がいるという、うで北の方に行くと、まあ、ケルト人がいて、えー、ケルトの蛮族がいて、あのー、その島国にケルトの蛮族がいるというあたりが、大体ローマ人の地理的観念の限界だったで。で、その先に誰かがいると言っても、まあ、それはまあ、その先に誰かいるだろう、まあ、伴族がいるだろう。 だから、ベニティ人なんて言ったって、結局、ン族という程度の意味なんですね。実は、このタキシスに出てくるベネティというのは、あの3カ所あって、一つはケルト人なんですで。イギリスにいるわけです。でもう一つは、あその実はベネチア人なんですね、あのー。イタリア半島の東の方にいる。ベネチア人で、でそれに今、ベニト人。ベニト人だからベニチアになった。で さらに、今度はそのビスツラ川の辺りにいると、要するにゲルマン族のさらに東の方にも、なんか、徒歩で歩いて、盾を担いで徒歩で歩いてるそのやつらがいて、これがベニト人というんだとか言うんですが、こんな遠くに 3, 3箇所に分,あの分かれてるのが同じ民族であるわけがないわけですね。だからこれは結局その、まあ、単に蛮族がいるという程度のことだと。 考えざるを得ないでそうすると、民族については分からないわけです。どんな民族だったかというのは分からない。で、そういう意味で言うと、まあ、例えばマケドニア人、今のマケドニア人というのはギリシャの北の方にいるわけですが、まあ、スラブ語を話しているわけです。言語学で言うとスラブ語を話しているから、スラブ人だということになっているわけですが、あのー、見たところ、まあ、ギリシャ人そっくりなんですね。で えー、ロシア人も北の方のロシア人というのは金髪壁眼で、えー、スカンジナビア人そっくりの,ああのロシア人も、まあ、結構いるわけです。で、ポーランドのあたり、あるいはリトアニアのあたり、みんな違うんですね。まあ、ポーランドあたりのあ女優さんとかあいるわけですけども、おやはりあの全然違う、ギリシャとかスロベニアの人とはやっぱり全然違うんですね。で そういうことを考えると、これらの民族というのは違うだろうと、民族として同じというわけではないんだろう、言語は同じなんです。言語はそっくりなんだけども、でまた DNA で言うとどうなのかという話もありますで。DNA で言うと、これやっぱり全然違うんですね。あのまあ、同じ部分もあるんですけども、例えば南の方ポーランドの方北の方と。 かなり違うで、他の民族と比べてみても、そのばらつきっていうのは相当大きいわけです。で、これはやはり集中してきたんだろうという説が今、非常に強く言われてます。で、例えばその、拡散説で言うと、今のマゲドニア人だとか、えー、お前らはギリシャ人じゃないと、スラブ人で、 そのどこかあのウクライナの方からやってきたよそ者のくせに、ギリシャの北の方に居座ってて、お前らスラブ人だろうというふうに言われている、ギリシャ人に、南の方のギリシャ人にそう言われているけれども、いや、そんなことはない、俺らは昔からここにいたんだというのを、今、マケドニア人なんかは主張しているわけですね。で、この辺非常にあの難しい問題ではあります。 政治も絡んでくるので難しい問題ではありますが、そういう説がやはりあのかなり納得性のある説だというふうに思います。で、えーまあ、今その、スラブ人というのが、まあ、そのバリエーションが大きいというのが、まあ、大体このあたりですね。で、南の方この色付きの部分というのがこのバルカン半島からあたりの南スラブ。 でポーランド、薄い緑がまあポーランドあたりになるわけです。でもう一つ面白いのは、そのスラブ人、どの辺にいたかという話になって、ちょっと面白いのは、えー、トランプ大統領の奥さんがスロベニア人なんですね。で、あの人はバルカン半島の出身です。で、えー、あとその、有名なそのボヘミアというのがある。あのこれ、ドイツ圏なんですけども、今のはチェコ共和国で。 一応これもスラブ語になってるわけです。で、そのチェコの東側にスロバキアというのがある。で、スロベニアとスロバキアというのは、これ明らかにこれスラブという意味なんですね。あの、スラブ人が住んでたという意味あんで。で、ところが、スラブ人が住んでたっていう国の名前になるのはどういうことか。で、例えば我々その、関東人というのは、 あの人、なんかあの関西の人だよねとか言って、そういえばなんかちょっと関西弁っぽいねとかって言いますけども、これ大阪の人間がそんなこと言わないわけですね。大阪に住んでて大阪の人が、あらあらあらあいつは関西人だろうなんて言わないわけです。要するに、東京だからそこに関西人がいると、あの人関西人じゃないのという。で、これと同じことで、要するにスロバキアとかスロベニアというのは、 スラブ人がいたという国の名前になったというのはこのあたりが要するにスラブ諸国スラブ言語の端っこだったはずなんですねだからこのあたりが端っこで周りにはドイツ語の人がいたりトルコ語の人がいたりしたんでここの連中はスラブ語を話すよということでス,レスロベニアになったりスロバキアになったりしたというふうに考えるのがまあ順当だろうということがあります で、まあ、ようやくしますと、このまあヨーロッパ最大の民族集団だ,でだ、ただ歴史に登場したのは非常に新しい、えー、鎌倉時代あたりなんですねで、それ以前のことについては、まあ、いろんなその記述があるんですけども、本人の記述、まあ、要するに直接本人があの、俺らはこうだというふうに言った記述ってはないんです。 タキツスだとか、あ,の、まあ、あとその、いろいろビジャンツ帝国あたりの、えー、歴史家がいろ、まあ、んなことを書いてるんですけどもお、みんな要するに何千キロも離れたところで噂話を集めたような話なんですね。でしかもその目的というのが、まあ、例えばその戦記者であれば、まあ戦争上、戦争をするための重要な問題。まあ この地域にはお城がいくつあるとか川がどうなってるとかという話のついでに出てくるわけです。ですから、民族がどうなのか言葉がどうなのかこれ全然わからないわけですね。いろんな話はあるけども証拠になるものはない。で、まあ、そういう話がそのある程度はっきりした話になってくるのがこのリューリック町と。 いうものですですこれはあのスカンジナビアの今さっきお話したようにスカンジナビアのバイキングが、まあ、攻易のために南下してくるでそのスラブ民族まあそのスラブ民族どういう人たちだったかっていうのはよくわからないわからないけどもまあとにかくそのネワ川とかウィストラ川辺りに住んでた人たちのリーダーになるわけですねで えー、民族集団が出来上がる。で、その階層が、まあ、リューリックだと言われてます。まあ、この人も、まあ、スサノーの見事よりは、もうちょっと、おその、まあ、実在性がありそうなんですけども、本当のところはあんまりよくわからない。まあ、いずれにしても、このリューリック町と,というのが、 ノブゴドロにまずそのック町を開いて、で、それから、えー、キエフに、えー、大きなその集積地、まあビジネスというか、あ公益都市として、キエフが大発展するわけですね。で、この辺りが、あ東ヨーロッパの経済活動社、社会活動の中心になります。で、これをまあ、その、 簡単に、えー、キエバン・ルシという、要するにキエフのロシアという、この時代が続くわけです。でところがそのある時点で中断しちゃいます。でなぜなのかというと、これがそのモンゴルの。 モンゴルの区きタタールの区きなんて言われてますけども、まあ、要するにモンゴルの侵略というか攻略ですね。えー、で、これが850年から1110年ぐらいまでは、キエフ・ルーシの歴史というのが、ネストルという人の書いた、原初年代記、プライマリー・クロニクルって訳されてますけども、杉氏の記録というのがある。で、えー、まあ、あのー、 現実性とは実は、実はどの程度事実だったかというのはまた別にして、一応そういう記録はあるわけです。で、大体、あのまあ、あ日本書紀程度のお信用性はあるだろうと、えー、いうわけですね。で、まあ、これが要するに、バイキングからリューリックに行って、ノブゴドラが建設された、で、キェバン・ルーシーになる。 でオレグ、イーゴリ、オルガというようなその有名人が、まあ、有名人というのもおかしいですけども、まあ、日本で言えばスサノオの見事だとか、そういう誰でも知ってるような名前らしいです。で、えー、これがその11世紀の半ば頃までキエフが大発展する、まあ、要するにウクライナがそのスラブ民族の中心地だったわけ。でところがそこに えー、モンゴルがやってくるわけですでこれが実はあそのスラブ民族を考える上で二、えー、分するなんていうかくさびになってるんですねモンゴル以前とモンゴル以後というのはかなり確然と分かれます、あのー、ウクライナが中心だった時代がなぜ終わりになって 北のモスクワが中心になったのかというのは、実はこれはモンゴルなんです。これが、ねまあ、モンゴルの侵攻路なんですが、えーまあ、日本にモン,モンゴルが来た1274年、えー、それから7年後の1281年に来るわけですが、まあ、これ大失敗する。10万人ぐらいで攻めてくるんですけれども、その都会侵攻というのは、 モンゴル人やったことがない、えー中国の、中国とそれから、まあ、朝鮮ですね、えー、ここで人間,と人間と船を集めてやってくるんですけども、朝鮮、馬が使えないわけですから、あーどうにもならない、あの少し攻めて、少し攻めては船に戻るというようなことで、まあ、そんなことをやって、その都会作戦が成功するわけがない。 というようよなことで、まあ、この話はまた別の話になりますが、まあ、とにかくこういうふうなのそのモンゴルの進行路というのはこういう形になっています。で、大体この日本に攻めてきた1274年、1281年というような13世紀の後半だ、日本でいうと鎌倉幕府の中期だというのをちょっと頭に入れておいていただければいいと思うんですが。 そこでつあのー、まあこれちょっと若干は脇道なんですけどちょっと言わないわけにいかない。えー、何かというとまあこれ、あのー、昔大昔、あのー、高校で、えー、世界史習ってた頃にうちのおふくろに何「今学校何やってんの?」とか言われて「モンゴルだよ」とか言ったら「ああおごたいちゃがたいイルキプチャグネ」とかって言われて。 うんその辺りだなとかって言ったんですが実は後になってみるとこれ大間違いなんですねおごたい茶がたい,いるぐらいまではいいんですがこのキプチャグってのは大間違いなんです今でもキプチャクハンコクなんていうそのことを言ってるそのなんかページがあったりするんですがあれ大間違い今はジョチウルスと言いますなぜなのかなんですけどもあの、まあ、おごたい茶がたいというのは ジニスカンのせがれなんで、すねであのそれぞれ、えー、モンゴル帝国の大漢地位をついたり、チャガ大藩になったりした、まあ、それはいいわけです。いで、いるというのは、やはりモンゴル語で仲間という意味だそうですから、まあ、要するに仲間になったということで、まあ、これもいいわけなんですが、キプチャクはだめですね。なぜかというと、キプチャク族というのは敵なんです。 キプチャク族というのはカスピ海から黒海の北あたりのステップにいた民族で、遊牧民族なんですけども、そのモンゴル族の敵なんですね。で、ジンギスカンは自分の長男に、このキプチャク族を滅ぼせと言って、西に遠征を命じたわけです。で、えー、その長男、ジンギスカンの長男というのがジョチという、で、このジョチが作った帝国をジョチウルスというわけです。 でまあ、この女子についてはあのー、ちょっと複雑な出生の事情があって、ジンギスカンのせがれかどうかよくわからないとか、いろいろあるわけ。まあ、日本でも、あのー、興味があって、あのー、井上靖とかいろいろな小説になってますけども、まあ、興味のある方はそちら読んでいただければいいんですが、でいずれにしてもこの女、女子が正方に遠征したわけですね。ののせがれの 女子ジジのせがれのパトゥーがモンゴルの代表、まあ、いわばモンゴルの代表として、えー、西のおー、まあ、あーポーランドあたりまでチェコポーランドあたりまで進出するで、まあ、いわば大暴れをするわけで,でその女子ジジの作った女ジ子ジウルスというのが、えー ヨーロッパではゴールデンホードと言われてる。ゴールデンホードっていうのはなんでゴールデンホードなのかというと、これはあの金のオールドなんですね。あのーまあ、要するに天幕です、えー。今でも、あのー、こう丸いサーカスの小屋みたいな天幕を張って、その中でその立派な天幕を張って、その中でえ暮らしてる。モンゴル人の まあ今、モンゴルは相当近代化してますけど、それでもやはりその地古い生活を懐かしんで、このオールドに住んでる人っていうのは結構いる、まあるいは週末だけはそのオールドに住むというような人もいるわけですね。あの天幕丸い天幕がオールドという。で ゴールデンホードというのは、この金のオールドのことなんですね。で、この金のオールドというのが、実は、スラブ族を長い間支配した。で、えー 実はそのウクライナというのは、まあ、そのモンゴル族が侵攻する前にかなりもう衰えていたと、いろいろな内紛で衰えていたという説もあるんですけども、まあ、簡単に言うと、おまあ、衰えていたにしても、結局はキエフがバトゥーによって、キエフはその壊滅するわけです。で、キエフだけじゃないんですね。南の おまあ、ウクライナから南のスラブ族の主要な都市というのは全部アウトになる、全部攻略されます、瓦礫の山になってしまう。で、えー、人間もその大量に殺されるというわけで、まあ、すっかり南の方が火が消えたように衰えてしまうわけです。というところが、の北の方ですね。 一箇所、あまあ、正確には二箇所なんですけども、まあ、広いとこでいう、大きいとこで言うと、一箇所。このアレクサンドル・ネフスキーという人がやっていた、そのノブゴドロ広告。ここは攻略されなかった。なぜかというと、実はこのアレクサンドル・ネフスキーというのが非常に、えー、その、戦略家で、えー、これは勝てないと。 モンゴル族の侵攻のいろいろな情報を集めて、これはもう絶対勝てないと見て、いち早く心中したんですね、あの降参したわけです。で、えー、武漢になりますということを言って降参した。で、そのためにモンゴル族というのは、相手が降参すれば何もしないわけです。あの年号を取り立てる 程度で年号を取り立てる程度で、実はモンゴル族というのは、実は年を取り立てるという効能を取り立てますけども、それ以外、介入しないんですね。あの宗教だとか文化だとかには介入しないわけです。ですから、あアレクサンドル・ネフスキーはいち早く神獣を誓って、えー、サライという、まあ、その上ョウルスの首都に出かけていって、えー、神獣しますと。 あの部下になりますと家来になりますと言って、えー、その主権を認めてもらった、で、一方ではゲルマン軍を破ってるんですで、この辺というのは非常に複雑な話になるんですけども、あそのドイツ軍、ドイツ人がまあ駐屯騎士団というのを作って、東方に進出するんですね。でまあ、これはあの 駐屯騎士団と、それからまあバルト三国、あるいはポーランド、この辺の連合軍がスラブ族を攻める、東スラブを攻めるという状況がある、でノブゴトルがそ何回も攻められてたんですが、えー、まずそのモンゴル族の方を手当てして、えー、モンゴル人には武下になるというふうに言って、今度はその西に向いてゲルマン軍を破るという、まあ、なかなか忙しいことをやっている。 でこのアレクサンドルネフスキーが非常に巧みに活動したために、北のノブゴドロ公国はモンゴルの破壊、モンゴルによる攻略破壊を受けなかったんですね。で、これが要するに、ウクライナからモスクワに、えー、そのスラブの中心が移ったという原因になん えーまあ、ですから、なぜそのエフがそんなに発達してたのに、えー、今その、その後、モスクワがその中心になったのか、モスクワあるいはそのサンクトペテルブルグですね、北の方が中心になったのかというと、実はこれはそのモンゴル軍なんでモンゴルの侵略によって、南のほがすっかりやられちゃったわけです。火が消えたようになったで 250年ぐらいの間、タタールの首地という,うモンゴル軍、ゴールデンホード、モンゴル軍によるその支配が続いたわけです。で、この支配を打ち破ったのが1480年のイヴァン3世なんですね。でえー でえー、その後モスクワ対抗国になるわけですね。まあ、イヴァン三世は、まあ、実は、えー、その一っぺん、ジョチュ・ウルスに勝つんですけども、まあ、その後向こうが巻き返すというようなことで、ちょっと一進一退があるんですが、まあ、基本的にあのこの辺りでタタールのくびきというのを脱する。まあ、タタールのくびきっていって、なんでそのくびきなのかという。 話もあるんですけど、まあそれはそれとしまして、でその後モスクワ大公国になる、でモスクワ大公国が発展してロシアツアーリ国になる、で、ロマノフが出てきて、えー、ロシア帝国になるというような具合でまあ、その近代の方に、えー、行きます。うんでまあこれは、あのー モスクワ公国からロシア帝国までというふうに言うと、9世紀から20世紀まで相当長い話になるんですが、あの実はロマノフ朝というのはそんなに古くないんですね。1613年ですから、えー、これ、江戸幕府ができたのが1603年ですから、まあ、関ヶ原の戦いが1600年、えー、ですから、ロマノフ朝というのはだいたい江戸幕府ができたあたりの少し後ですね。 でその中期に、えー、ピョートル大帝が出てくる。でこのピョートル大帝という人は、あそれまでそのロ,ロマノフ朝ができても、おまあ、ロシアというのは、まあ、途上国というか、まま、非常にその広い範囲に一気に広がったわけですが。 イワン・ザ・テリプルってイワン・ライテあたりが一気にその無人ののかけ走って東の方に一気にその帝国を広げたわけですね。でまあ、実はこのあたりというのはあのアメリカによく似ているんです。アメリカっていうのも要するにプリマスあたりに上陸したイギリス人の入植者が。 その先住民を蹴散らして、えー、西の方に一気に広がっていったという、その非常に人工的な国,国家なわけです。で、まあ、このロシアというのもやはりモスクワ大公国から東の方に、うん、無人の地っったって人がいたわけです先住民はいくらでもいたわけですけども、武力がなかった。で、その先住民を蹴散らして、えー、ウラジオストックまで一気に広がった。まあ、そういう意味で、えー、よく似ている。 わけです、すそのロマノフ朝の中高の僧というのが、まあ、ピョートル大帝であ西欧化を推進した。で、まあ、これが1682年ですから、まあ、吉宗の頃です、徳川吉宗の頃ですね。で、その後完成の改革の頃にこのエカチェリーナ大帝が出る。で、この人はそのいわゆる改名先生君主という。 啓蒙先生君主とか海明先生君主とか言われますけれども、えーまあ、いわゆるそのロシア帝国というのを今我々が考えるような、まあ、壮麗なロシア帝国というのを作ったのは、まあ、基本的にこのエカチリーナ2世だというふうに考えてもいいかと思います。で、まあ、それがあの次第にいろいろ傾いてきてでニコライ2世で まあ、とうとう革命が起きる、日本の日露戦争に敗れるで、破産する、破産した状態で第一次大戦を始める、でますます破産する、でボリシェビキのクーデターでやられてしまう、でレインがそのあいつは畳んでしまえというんで、えー、こっそり畳まれてしまう、一家皆殺しになるという、まあ、そういうようなことになるわけこの辺についてはまあ。 またあの、まああ、今ちょっと脇道になるので触れませんが、歴史的に見ると、このエカチェリーナ大帝、まあ、大黒屋恒大があったという、このエカチェリーナ大帝が、歴史的に見ると、まあ、ロシアのロマノフ朝の歴史の中では非常に重要な役割を果たしていると思います。でもう一つ面白いのは、このロシア語のウィキペディアのページを見つけたんですけども、 愛人一覧というのがあるんですねあのその愛人一覧というのを大きなページなんですが、えっとですねえー、これが、えー、文書同時代の文書でその確認されている愛人だけで23人いたという、まあ、当時の 宮廷の、まあ、そういう事情についてはその西欧の宮廷のそういう事情についてはあまり詳しくないので何とも言えませんけれども、まあ、決して少ない数ではないだろうと、まあ、特にその君主ですから、えー、愛二23人というのはまあ相当なもんだろうと思うんですが、あのー、おこのエカチェリーナ2世というのは実はドイツ人なんですね。 えー、この人の,その出生名というのは、ーゾフィー・えー、ィーアウグステ・フリードリケという,う、プロイセン貴族の娘なんですが、普通だとまあ小貴族ですから、その大国の皇太子妃になるなんてことはまあ普通ないようなところなんですが、まあ、いろいろコネがあった。それと、もう一つ非常に複雑なのはこの、このピョートル大帝の 娘がエリザベータというピートリ大帝の娘がその女帝だったわけで,すでその皇太子というのがでそのエリザベータに着手がいないので老いを皇太子にしたんですがこの老いというのがとんでもない愚物なんですねもう全然ダメなやつなあの兵隊ごっこなんかして遊んでるだけであのその誰からも尊敬されない全く愚物でしょうがない 大体いいロシア語がログできない、ドイツ語しかできない、結局、この人は半分ドイツ人なんですが、でそういうわけで、そのエ,リタタエ,リのエリザベータ女,性女帝は、まあ、じゃあ,あ、ロシア語できないんだから、そのドイツから誰か嫁さんもらおうというのでもらってきたのが、このエカチェリーナー2世なわけですけれども、これがその大変な結物だったんですね。 とんでもない傑物で政治家、軍人、えー、統治者としてそれぞれそのとんでもない能力があった。で、エリザベータ女帝が大変その可愛がったわけです。講演したわけです。で、どうもその老いのその愚物というのには結構愛想を尽かしてたらしくて、えー、そのエカチェリーナ2世が。 いろいろ男を作って、あっちこっちであの愛人を作ってるのも黙認してた、あるいは黙認してたというより、むしろそのやれやれと言ってたのかもしれないですね、その辺はよく分かりません。分かりませんが、とにかくこのエカチェリーナ大帝は、いろいろ傑物の軍人だとか政治家だとかを愛人にして、 えー、で、とうとう,そのうーんパベル3世があしのツアーになるんですけども、それをクーデターでひっくり返しちゃいます。あのクーデター、エカテリーナ大帝が、えー、ツアーになったのはあ、実はクーデターをやったんですね。クーーデターをやって、あのー、夫をその 失脚させるでその夫というのはその後三3年ぐらいで、えー、ななんか謎の死を遂げてしまうどうも暗殺されたらしいこれよくわからないんですがあのカチェリーナがその,あの,あ,のあのバカ者を畳んでおしまいと言って畳んじゃったのかそれともその意を受けて まあ誰かがその先回りして畳んじゃったのかあんまりよくわからないんですけどどうもこれは畳まれたらしい。ねあのー、非常に面白いです。うんあのー、なんかそのまあ見てないんですけどもフルでザ・グレートという,うエカチェリネ2世の生涯を ミニシリーズにしたそのシリーズが何かあるんで、で、面白いんだそうです。まあ、もし、フルーを契約してる、フルー見られる人はあの見たら面白いんじゃないかと思います。で、まあ、その後、えー、途中は飛ばしますけども、まあ、ニコライ2世のところへ来ると。で、このロシアというのは結局、濃度性という。 土地に縛られた濃度があーその主力だ、まあ、これは濃度性といっても、まあ、結局日本でいうと、その明治以降の古作制度にちょっと近いんですけれども、まあ、もっと人権がないようなところですね。それに対して、日本の江戸時代というのは、これは自作の奨励主義、保護主義でしたから、古作というのはなかったんですね。 この辺も大きな違いですが、そのまあ、ロシアというのは、農奴制のために、結局、みんなが貧乏なわけです。国民の9割ぐらいが農奴で、8割、9割が農奴で、当然、消費力がありませんから、大量生産とかその、えーえー、産業革命ですね、産業革命が進展しないわけです。 でこれは実は日本もその消費社会になかなかならなかったのは、この濃度性、小作性がやはり原因だったという考えがあります。で、まあ、その辺あの1世紀ぐらい違ってますけども、ちょっと、その若干平行関係がある。で、まあ、ニコライ2世の時、えー、まず、大津事件というのがあったんですね。 この大津事件というのは、ニコライ2世が皇太子時代に日本を訪問すると、そうすると大津で護衛の警官にサーベルで切りつけられて負傷するわけです。で、当時の日本のトップが、まあ、伊藤博文とかいろいろなトップが大変心配して、その犯人を死刑にしようとするんですが、その当時の大臣委員長、まあ、今でいうと最高裁判所の長官、小島意見が死刑にはできないと。 障害罪というのは、無期懲役が一番重い刑だ。だから、無期懲役にしかできないということをその言って、えー、退けるわけです。で、実はこれが非常に大きなインパクトがあったんですねあの。何が大きなインパクトになったかというと、おイギリスは、要するにこのルールの支配、法の支配というのを、 統治の根源と考えてるわけです、その社会の根源と考えてたわけです。で、えー、これはあの、まあ、法の支配っていうと、なんかいかにも法律みたいな話になってきますけども、まあ簡単に言うと、例えばそのサッカーがある、サッカーというのは、手で、ボールをその手で握っちゃいけないわけですね、ボールを手で触っちゃいけない。でもしボールをその手で扱えたかったら、ルールを変えて、ラグビーというスポーツにしなさい。 ラグビーなら手を使ってもいいんだ。サッカーだったら手を使っちゃいけないんだというのが要するに法の支配なわけですで。これは勝手に変えちゃいけないと。ルールを変えるのは構わないけれども、ルールを変えてそれを適用するのは構わないけれども、勝手にルールを変えてそれをそ,のそこをして適用しちゃいけない。そういうのがまあルールの、まあ、要するに、えー、統治の原,原則だったわけですね。で アジアではそういう考え方っていうのは全く一切通用しないというふうに思ってたのが、ところが日本では、小島意見が傷害罪は死刑にできないと言って、で、それについて傷害罪は死刑にできないと言ったら、結局、あのー、伊藤博文のその他国のトップが引っ込んだわけですね。まあ、それはまあ、それはそれはも、まあ、そういう理屈ならそれはしょうがないなと言って、引っ込んだ。 でそれを見て、えーその、イギリスのトップは、これは面白い。そい、アジアにもそういう国があったんだということをその、まあ、いわば発見したわけですね。で、これはそうするとその、条約を結べるかもしれない、同盟できるかもしれないというのが、おそらく日英同盟の非常に大きなあ追い風になったと思います。 逆にロシアについて言うと、その大津でサーベルで切りつけられて、えー、まあその負傷は治ったわけですけども、その相手は死刑にできなかった。で、このために、ニコライ2世はかなりその日本に対して反感を抱いたらしい。で、えー、これはその伊藤博文が日露戦争の直前に、 あの妥協案というか、交渉案を持って、伊藤博文というのは、実は日露戦争に強く反対してたんですね、あのー、ロシアと戦争すべきではないと、でえー、モスクワを訪問して、そのニコライ2世にえーと妥協案を出して交渉するんですが、ニコライ2世はそれを断るわけです、拒否する。で 結局やむ,やむなくその日露戦争開戦ということになるわけですがその結果、まあ、今言ったように、えー、ロシアはその海軍力を全部失う,うで、えー、極東で、えー、陸軍も負けるとーポーツマス条約で、まあ、相当屈辱的なポーツマス条約を結んで、まあ、結局、まあ、100%負けたわけじゃないんですけど7割方負けるわけです。 で負けたのと同時に、莫大な戦費を使ってしまう。まあ、要するに浪費ですね。何にも取れなかったわけですから、結局その戦費っていうのは浪費だったわけ。で、海軍力も失ってしまう。で、その状態で第一次大戦に突入して、まあ、結局う、ソ連が成立して、もう革命が起きて、ソ連ができてしまう。そういう意味で言うと、その日露戦争というのを、 その第ゼロ次世界大戦という考え方があるんですね、世界大戦ゼロ、ワールドワーズゼロという考え方があるんですが、でそのワールドワーズゼロを導いた原因、大きなきっかけというのが、この小島医研のお大臣院長、小島医研の,の司法の独立を守ったと、ニコライ2世をに切りつけたあ犯人を死刑にしなかった。 法律に基づいて法律にのっとって無期懲役にしたというこれやはり非常に大きな事件だったんじゃないかと思います。でこれによってそういう意味で言うとサライボの一発というのがありますけどもサラエボでフランツフェルビナント皇太子が暗殺されたことで第一次大戦が起きたという話があるわけなんですがそれにならっていうなら ー大津でニコライ2世がサーベルで切りつけられたことが原因になって、えー、ソ連ができた冷戦も起きたというふうに言ってもいいかもしれないですねまあちょっと風が吹けば桶が儲かるような話になりますけどもやはり非常に大きなこれは天気だったと思いますで、まあ、非常に駆け足なんですけども そのスラブ民族の出発点、まあ、要するに、えー、古い話っていうのは説話みたいなもんだから、えー、確実なことはわからないよということ、それからスラブ語がそのなぜみんなそっくりなのかというと、今までは拡散説だったけれども、今は集中説というのが唱えられている。 で、かなりそれはあその納得性がある。それから次に、ロシアの,そのスラブの中心が南から北に移ったのはあモンゴルのせいだと。で、まあ、従って、スラブ族の中、まあ、特にロシアの中には中国に対する警戒心というのは非常に強いわけですね、まあ、伝統的に。まあ、そういう問題がある。でえー そのロシア帝国というのがアメリカと比較的似て奇妙なその平衡関係がある一点からモスクワという一点からウラジオストックまで一気に広がった非常に人工的な国家であるでたいこれが17世紀から19世紀にかけて広がったわけですから、まあ、そういう意味で、えー、アメリカとの平衡関係というのもあるわけですね。 でまあ、こういうようなところが、あまあ、駆け足ですけども、おスラブ族う、スラブ語、スラブ族、スラブ民族、スラブ文明について、えー、まあ,あ、一応頭に入れとくとおいろいろヒントになるかもしれないというようなあたりです。であと、これはあのおまけなんですけども、あの日本とヨーロッパと それから日本とヨーロッパ大体何があった時は大体日本では何だったというのはこの辺りを覚えとくとその頭にイメージが湧きやすいだろうというんでまあちょっとおまけをつけてありますというようなことでした。 えーまああのかけ足で、えー、話があっちったりこっち行ったりしましたけども、まあ、とりあえず、まあその、そういうようなことで、えー、どれかヒントになればあいいだろうと思っております。 あれえー、っと、すいません。ちょっとう聞こえないんですねん。はい、どうもありがとうございました。聞こえるあ聞こえます。はいあの。どうもありがとうございました。あの、全然知らないことばっかりだったんで、<laughs> 勉強になりました。<laughs> 知らないよな、スラブ。<laughs> スラブ語なんだな。民族、ちょっと違うんだね。まあね、スラブ語とスラブ民族は、うん その重なってるんだけども、うんいまあ、今は要するに重なってるわけですね、うん、今重なってるんだけど民族として要するにそれがその、うん、同じ民族同じ文化の同じ民族なのかというと、うん、その大元は違うんじゃないかと、うん、あいろんなところにいた連中がキエフに集まってきたんじゃないかと。うんなるほど という考えが今そのまあフローリンク・クルタ博士フローリン・クルタ教授あたりを中心に新しい考えとしてそういう集中説というのが出てます。うん、でどうもこれはかなりあの納得性あると思うんですよね、うん。だからやっぱりモンゴルが出てきたりさやっぱり大陸の歴史と日本の歴史と全然違うような。 違うね、<laughs> それは非常に違います。あの、ね、あのの例えば中央ヨ、今ちょっと話したけど、うん、中央ヨーロッパから東ヨーロッパ、あうん、そのウラル山脈から、えー、ポーランドにかけてのあたりっていうのは、高低差がね、200メートルしかないんだよね。うん、あの200メートルなんて、日本で200メートルなんて言ったら、高尾山に行ったらもっと。<laughs> それを考えると、うん、あのヨーロッパって言ってもアルプスなんかね我々すぐヨーロッパっていうとあのナポレオンのハンニバルがアルプスを越えたっていうようなその馬に乗ってア,アルプスを越えてるところなんて想像するけど、うん、実は東ヨーロッパって真っ平なんだよね。うん うん、高いところが200メートルで、うん、ほとんどの川がずっと航行できるわけですよ。うん、でそういうその真っ平なところでみんな自由に自由自在に動ける。でそうすると馬,、うん、馬に乗ってる人間と船に乗ってる人間めちゃめちゃ強いわけだよね。るなこれはやっぱ大きいよ、うん <laughs> はいえー。じゃあちょっと時間ないんで一言ずついただけますか。久米君どうですか 喜塚さんの話にもありましたけれども、もう知らないことばっかりだったんで、やっぱり <laughs> あの、今のニュースだけ見てると全然わかりません、ね、<laughs> 特にやっぱり興味深かったのは、やっぱりあの集中してたためにあの言語がね、みんなあんなに似通ってしまったっていうの,あの、音も聞かせていただいたんで、ちょっとあの日本にいると分からないですよね、違う民族の人がみんな同じ言葉を、似たような言葉を喋るって感覚が、そこがちょっとね、まあ、目から鱗でございました。 どうですかあの最近あの、ロシアってな,なぜあんなに大きいのかなと思ってたんですけど、うん、やっぱりあの原因があって真っ平らであの、うん、馬とかいろいろな要因とかあの、えー、とジンギスカンとかいろんなあの要因があってああいうふうに大きくなったんだなと思いました。 はい、スラブのことも初めて聞いて勉強になりました。ありがとうございました。だからロシアとアメリカは同じでさ、無人の荒野をどんどん攻めていったんだよね、原住民をね。そう、無人の荒野扱いしたんだよね。うん、あのだからいい迷惑だ。だからその、ロードローラーで鳴らされちゃった連中からすればいい、本当にいい迷惑なわけだけども。 あーまあ全然そういうこと考えないで無人のつもりでどんどん攻めていったっていうところはあるね、うん、まあ残されたとこだもんな、うんうん、下村さんどうですかはいはい、はい、ありがとうございましたちょっと私も今の,あのロシアのお話はあの知らないことばかりだったのであれなんですけど 国の名前の由来とか、あと先ほどのあの、言語の統一感もそうですけど、やはり、あの、やっぱりこの、島国だとわからない点が、あの、そのね、理屈、理屈か、大きなこの大、大陸の中のそういうこと、もう日本ではあまり想像できないようなことを、この、えっ、ー、とな、その国の歴史の流れっていうか、あるんだなっていうふうに感じたんですけど、スロバキアだもん、ね。 そうですね,あのね。国名がまさかそのスラブからスロバキアになってるとか、<laughs> そういうのをえ今日初めて知ったので、もう国名とかその言葉からしてその、なんかそう、すごい、うん、<laughs> 知らないことばっかりびっくりしましたけど。なんかトランプの奥さんがスロベニアなんですよね。はい、あ、ああ、そうです。ボトルだよなで、えー。なんかそういうつながりとかなんか、ね、こう、改めて知ると、 何とも言えないつ <laughs> ながりを感じるんですけど、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。レイレイ聞くよる。レイレイ喋れない？はい。はい。はい、ええー、ありがとうございました。もう本当スロスロ、えー、スラブの話は、私もちょっと最近調べ始めたんですけど、あのー、わかんないこと知らないことばっかりで、で。 ましてあのー、な,なんか一番印象的だったのは高,高低差が200メートルってどんだけなんかだら広いっていうか <laughs> すごい向こうまで多分ね現地の人たち目も,目もいいだろうしすごい向こうまで見えるんじゃないかなだと,っとだかないんで <laughs> <laughs> 一度モンゴルに行ったことあるんですけどモンゴルも全然高低差がほとんどないっていう感じでだから同じような土地勘の人たちがそこに、あのー、ス,スラブの方にに、ね、行ったみたいなお話もあったと思うんですけど、うん、どういう感覚なのかなやっぱり本当私たち日本のこう高低差のある狭い島国の人間からは想像もできないような、あのー、ことが繰り広げられてるんだなっていうこと、うん、とっても おまあのー、想像しながらお話を伺うと面白かったですモンゴルの方でっと馬,馬に乗ってみんなう走っててでその距離を聞くとこのぐらいとか <laughs> このぐらいとか言ってこのぐらいっていうとなんか3日ぐらいかかるとか <laughs> このぐらいっていうとなんか1日ぐらいで行けるとかっていう <laughs> <laughs> そういう話を。 聞いたことが本当かどうか知りませんけども、<laughs> 昔なんかそうだったらしいですよ。ねえ、スケールが全然違うなあっていうふうに思いました、えー、やっぱりエベレストがあるから、モンゴルはインドに変わかかったのな。あれは城壁だよな。4000メートルぐらいあるもん。<laughs> インドには行けなかったんだね。だからチ,、ね、チベットがあるから、うん、要するに馬が行けないところは行けなかったわけ。だから日本も結局馬が使えないところだから無理だったわけですけども、うんまあ。馬と鉄だよな。<laughs> うん、馬と鉄だね、うん。ありがとうございます。はい。 途中から入ったので、えーっと、半分ぐらいしか聞けてなかったんですけど、それでもなんか、イカテリーナがドイツ人っていうのがびっくりして、うん、で昔からそのドイツとあのロシアってすごい関係があったんだなって思いながら聞いていて、しかも愛人が20人いて、それとちゃんと記録に残ってるっていうのがすごい面白いなって。名 英語 <laughs> になってるなんか序列とかもあったんですかねなんかいろいろ考えてしまいます <laughs> あの「ポチョムキン」っていうあのーね、戦艦「ポチョムキン」っていうエイゼンシュタインの映画がありましたけども、はい、あの「ポチョムキン」っていうのはエカチェリーナ2世の,その秘密結婚した相手だったんですよね。えー そうなんだそれであのポチョムキンというのが非常に有名に、うん、まあ有名というかあの戦艦の名前にもなって有名になったっていうのはああれあの、まあ、あ革命、エイゼンシュタインが取ったっていうのもあるんだけども、うん、もともとそのポチョムキンというのは有名な人だったわけです。あの要するにエカテリーナ2世の旦那ということで有名だったんですね。うんうん、はい いろいろ、仕方ないことばっかり、はい。はい。ありがとうございます。太鼓を弾いてる。はい、聞いてます。あ、ありがとうございました。 えっと私、あ,あの全然やっぱこの辺の話は全く知らなくて。そう知らないよ。ええ。あのスラ、スラブ民族と呼ばれているところがあんなに広いのかっていうのにまずびっくりし。<laughs> でも、あの、なんか言,言語がしょ商業をしたいがゆえに、なんかみんなで共通の言語を作るようになったっていうのは、なんかすごいわかるなって思って、なんかあのそ,そういうのってすごいこう、便利だから、便利だし、やっぱおか、あの何、栄えてるところ、 に集まりたいいっていうなんかすごいい人間らしい気持ち今,今の英語だよなそういう感じがあるのでああなるほどなと思ってすごい納得しました私あのなんかユリウス・カエサルが一時すごい好きになって塩野七海さんのローマ人の物語を読んでしまったらユリウス・カエサル好きになってしまって「<laughs> うん、ガリア戦記」まで読んだんですよ。<laughs> <laughs> でさっきおっしゃってたのああ言ってた一番最初が一番入りにくいんだよあの本」って思ってなんかちょっと思い出してたんですけど <laughs> なんかやっぱりあのローマ帝国がでかいでかいとは言っているもののやっぱり何て言うのかなあのゲルマン民族がどん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 押し寄せて 来るところで一生懸命抵抗してましたけどなんかそこら辺から先の世界っていうのが本当にローマ帝国の側から見るとまるっきりわかんないんだよなっていうのはすごい今回の話を聞いていて実感してそうなんです、ね、ローマ人から見ると、うん、トイトブルグの森あたりが限界なわけですそうそうなんですよ黒い森でもう無理なんだないなもう黒い森でなんか俺の軍団を返せとか言うんで <laughs> 黒,黒い森でアウトになってそこから先っていうのはまあその先にもどうも何 なんか蛮族が住んでるらしいという,、うん、そ,うそうなんですよらしいで終わっちゃうんですよね。らしいなんですよ。<laughs> だからそれを真に受けて、あのー、真に受けて、これは俺らの先祖だとか言われたって。うんうん、そんなのわかるわけないだろう。としか言いようがないわけですよね。うんうん、怪しい。<laughs> だなと思って、あーそうなのかーと思って、今回そこら辺が初めてちゃんとつながってあ、意外となんかこう、やっぱ世界って広いんだなって思って、ちょっと面白かったです。どうもありがとうございました。マ、はいま、さん、マ、ま、さん、聞こえるんついさっき入ってきたので、全然何も見てないです。 まあ、えー、新教養講座で、えー、今起きてることもね、掘り下げるといろいろ出てきますんで、玉ねぎなんで。えー、まあちょっと、あの、こういうようなね、新しいネタも、ちょっと滑川に、えー、レクチャーしてもらおうというふうに考えてますんで、またよろしくお願いします。今日、はい、どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、では終わります。ありがとうございました。勉強になりました。はい、いしたはい、終わります。はい